釜石自動車道、釜石自動車道、釜石自動車道、釜石エクスプレスウェイは、岩手県花巻市の花巻ジャンクションから、岩手県釜石市の釜石 JCT に至る高速道路である。略称は、釜石道、釜石道、釜石エクスプレスウェイ。高速道路ナンバリングによる路線番号は、秋田自動車道。 北上ジャンクション川辺ジャンクション間と共に E46 が割り振られている。おおよそ国道283号、一部国道107号と並行して進む。法定路線名は東北横断自動車道釜石秋田線であり、また国土交通省がそれとは別に釜石花巻間の便宜的な事業名称として釜石花巻道路の名を付けている。本路線は 三陸地方と岩手県、日本海側との交流、連携を促進するとともに、物流の効率化の支援、緊急輸送道路の信頼性向上及び、地域医療サービスの向上の役割を担っている。高速自動車国道としての東北横断自動車道、釜石秋田線の起点は、釜石市であるが、第四次全国総合開発計画、4全層で認可された路線は、 花巻川が起点だったこともあり、営業路線としての釜石自動車道は、花巻ジャンクション側からインターチェンジ番号が付けられている。花巻ジャンクション等はインターチェンジ間が開通して、以降、長い間のお調飛び地開通の状態が続いていたが、東日本大震災からの復興支援道路の一つとして、全線が事業化され、2019年3月9日に全線開通した。 道路線が現在のルートになるまでは右予曲折があった。国が第9次道路整備5カ年計画中に当時 7600km だった全国の幹線道路に新たに 2400km を法制化する1万キロ構想を打ち出して以降全国で要望が上がる中、岩手県もいくつかの路線を要望することにした。その中の一つ北東北横断自動車道。 現在の釜石道を要望するにあたって、当初岩手県は、釜石等の森岡と結ぶ県王ルートと島野から分岐して北へと結ぶ県南ルートの二本立ての Y 字型を想定していた、渦。しかし、全国の要望は、かなり多く下等競争になっており、これが採択されるのは極めて困難として、後にルートを一本化する子になった。一本化の方針を打ち出してから、 東北道への接続点をどこにするかで、森岡より、花巻地区、北上地区の陳情がそれぞれ上がったが、県は、東北自動車道北上蝦塚 IC などから入る、車の内半が県内の IC から降りていること、釜石、気仙広域県に向かう自動車貨物の3分の2が、森岡広域県からであり逆方向も、同じような数値であること、このような、 森岡県との人的物的交流の結びつきの今日は21世紀も続くとみられることなどから、決接点を森岡よりの市ワ町、通称市ワルートとする案を国に要望すると決定。当の北上間は、並行する国道107号と国道283号の高規格化で対応する下。しかし花巻、北上、気仙地区の落胆は大きく、特に、 北上ルートを強く要望していた、県南地域はこれに激しく反発。当時岩手2区、小選挙区の3区4区にあたるの与党議員も、国家的レベルの問題のに、県から何の相談も意見聴取の機会もなかった、小沢一郎、県南地区の住民のことを考えると到底、納得できない、四賀説、本来取るべき手順を超えた決定で県民の意思が反映されるか疑問。 椎名ナ元と揃って強い反対の意向を表明。こうした中、県議会でも3ルートの請願書の内芝ルートにあたる森岡県ルートの請願が採択され、一応形の上では、県の意見は一本化されたが、県南地域の反発は収まらず、さらに、もともとこのルートには、広域性や建設費の観点から懐疑的だった、建設省、現在の国土交通省は、県の意見は、 参考にするとしつつも、独自のルートを打ち出すとし、県内の世論が依然として分裂状態だったこともあり、結局県の要望は突き返された。通常どんな陳情でも一応は受理される中で、陳情自体が突っぱねられたのは極めて異例であり、市は北上領ルートについて十分話し合い、納得した上で一本化した要望書を持ってくるように念ししたにもかかわらず、 このような要望書では責任を持って推進できない、そもそも未調整の案件を要望すること自体、ルート選定以前の問題で非常識極まりないという強い批判の言葉も飛び出した。この後、前述の三名に、玉沢徳一郎、工藤岩を加えた五人の県選出議員が、建設省に、シワルートは県民の意見を反映していないと意見書を提出したが、これは建設省が、 議員に頼んで提出させたとも言われている。その建設証の方は、岩手県だけでなく、秋田県との関係も考慮しなければならない。すでに縦の線、東北道があるのだから必ずしも、横、秋田道に結ばなければならないというわけでもないがう、国家的見地から、新幹線、道路、空港の、相まった、総合効果を考えねばならないなどとして、花巻ルートを示唆。 最終的には、岩手県の医師もある程度組んだ形となる、花巻北部に接続する案が四前で認可され、後に国間道に昇格した。北上ルートに比べて、釜石、京線広域県と南東北、首都圏との移動は相対的に不便にはなるが、それに関しては同じく四前層で認可された三陸縦貫自動車道に関する意図であった。 宮森インターチェンジ等の住田インターチェンジ、釜石専人峠インターチェンジ釜石 JCT は中央分離帯としてガードレールが設けられているため制限速度が高く関と異なって時速 80km となっている。24時間交通量大道路交通センサス。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。